ガブリエル・アンドレート・ルジェは、ルーマニア・ティミ・ショアラ出身の同国代表サッカー選手。スイバシス,スポル所属。ポジションは FW。鋭いドリブルと高い得点力を誇り、ルーマニアのリオネル・メッシュと称される。2011年に、ルーマニア年間最優秀選手賞を受賞。ポリテフニカ・ティミ・ショアラ8歳から14歳までを、ルーマニアの CSFC。 サービアンカギスシーティモソラで過ごした後、FC、CFR ティミッシュアラを経て、2005から06シーズンに、ゲオルゲハジ監督によって、リーガ1の FC ポリテフニカティミッシュアラに引き抜かれ、FC アルジェシュピテシティ戦で、初出場を飾る。出場2試合目の FC ファルルコンスタンツ戦で、初得点を挙げた。 ディナモブカレストポリテフニカティミショアラでは38試合出場3得点の活躍を見せた後、2008年1月15日に移籍金250万ユーロで FC ディナモブカレストと5年契約を締結する。以来、ヤニスジクラ実力者をしのけて攻撃陣を牽引する中、2011年5月6日の CFR クルジュ戦でリーガ1通算出場100試合目を達成した。 ウディネーゼ2011年8月30日に移籍金700万ユーロで、セリエ A のウディネーゼカルチョと5年契約を締結する。チームに合流後の練習がわずか5日だったにも、かかわらず、初出場を飾った9月11日の US レッチェ戦でのパフォーマンスは、アレクシス・サンチェス遺跡の影響を感じさせないほどだった。2012年2月5日のアッコフ・フィオレンティーナ戦で、初得点。 3月4日の US チッタディパレルモ戦で自身に得点目となる同点ゴールを挙げた。グラナダへの期限付き遺跡2012年6月8日に多くの出場機会を得るため、ウディネーゼと同じくジャンパオロ・ポッツォ会長が所有するプリメーラ・ディビシオンのグラナダ CFA2012-13 シーズン終了までの期限付き遺跡に出される。グラナダではウディネーゼ時代とは打って変わり、 8月20日のラーよバジェカーの戦での初、出場以来チームに不可欠な選手として活躍。前半戦の時点において、同国の遺跡史上で最も成功した遺跡の一つと考えられた。また、2013年2月2日のレアルマドリード戦にて、サクキーリーグ王者を相手に勝利を収めることに、貢献したパフォーマンスは賞賛された。 エスパニョールへの期限付き移籍2013年9月3日に、プリメーラディビシオンの RCD エスパニョールへ2013から14、シーズン終了までの期限付き移籍に出され、13日に正式に加入が決定した。23日のアスレティックビルバオ戦で初出場を飾ったが、デビュー戦から印象を残すことができず、10月下旬の時点で、 リーグ戦わずか39分に止まっていたように、出場機会も多く得られず、最終的に出場を12試合に終わった。トルコへのレンタルエスパニョールでの生活を終了した後、保有元であるウディネーゼのポッツォ会長が所有する、ワトフォード FC への期限付き遺跡が予想されたが、2014年6月6日に、スユペルリーグのコンヤスポルへ2014から15、 シーズン終了までの期限付き遺跡に出される。8月30日のエスキセヒルスポルセンで初出場初得点を挙げると、自身2試合目となったバルケスイルスポルセンでも得点を挙げるなど、すぐさま主軸としてプレー1月23日のブルサスポルセンで3得点目。4月5日のトラブゾンスポルセンでは、ジョゼボシングワのオーンゴールを誘発したシュートを放ち。 5月12日のケンチレルビルリー s k 戦、5月18日のベシクタシュ JK 戦ではそれぞれ決勝点を挙げ、5得点にアシストでシーズンを終了した。2015年、オスマンドスポル FK にレンタル移籍した。テレクグロズヌイ2016年7月21日、ロシアプレミアリーグの FC テレクグロズヌイと3年契約を結んだ。2017から18シーズンは、 カルデミルカラビュックスポルへのシーズンローンが発表され、再びシュペルリグでプレーすることが決定した。スイバススポル2018年9月1日、スイバススポルへ移籍した。U-21 代表では、キャプテンとしてプレー。2010年9月3日に、ユーロ2012予選のアルバニア戦で、ルーマニア A 代表デビューを果たし、 2011年2月9日の親善試合でのキプロス戦で代表初得点、9月2日のユーロ2012予選ルクセンブルク戦で2得点を挙げた。出展、出展、代表での得点出展。ありがとうございます。